ジャジャーン。皆さんこんにちは、カホコです。本日はこちら側のお部屋を紹介していきます。ぜひ最後までお楽しみください。まずはじめにこちら、雑誌の可愛いところを切り取ってペタペタ貼って自分オリジナルのポスターを作ってみたの。これも可愛いでしょう。このハートのやつはフライングタイガーで買いました。スキットルズの袋とかウォンカチョコの袋も飾ってみました。で、こちらはディズニーランドで購入したドライマンゴーの袋にコストコのね 3D ペンをね入れてみたの。あ、お菓子の袋は洗ってから飾ろうね。虫が出てきたら大変よ。で、こちらにはケイティ・ペリーがいて、バービーがいて、小さい頃のガガちゃん。で、こちらは先ほどと同様ですね、雑誌の切り抜きをウォンカチョコの箱にですね、貼り付けたものになります。ありがとうございます。で、こちらはクレアーズのね、ヘアアクセサリーをたくさん飾っています。はい。あ、で、このクリスマスツリーはカチューシャで、去年クレアーズで買ったの。このケアベアはゲーセンで私が撮ったの。違うよ、私が撮ったんだよ。違う、私が撮ったの。まあまあ、二人とも仲良くして。こちらは誕生日にゆいちゃんがプレゼントしてくれたの。いいないいな。私のパンツはガチャガチャで撮ったの。ピザはみんなで食べようね。クレアーズのコインケースだよ。こちらはガガちゃんのノートよ。あら、こんにちは。あなたのお名前は？あ、これはサンキューマートで買いました。ここにはアクセサリーがたくさんあるの。はい、キャサリン、ついにパパにシンデレラ城を買ってもらったの。オーマイガー。こちらはゲーセンで撮りました。こちらにはファンの方からいただいたお手紙があります。ありがとうございます。これ可愛くない？ケアベアのシール。こちらはおばあちゃんが使っていたゲームボーイじゃ、今ではサンタさんのステージになっている。サンタさんは踊るのが大好きなんじゃ。これは私のガラケー。で、こちらは小さい頃にね、お友達からいただいたユニコーンです。カビ生えてる。私のお気に入りのティアラ。バービーの歯ブラシ。ティックトッカーのアリエルもいるわ。皆さんこんにちは。マニパニで髪を染めたらこんな色になっちゃったの。それでも愛してくれる？やだ。あ、これはディズニーストアで買ったの。これはディズニーシーで買ったよ。これは誕生日にユイがプレゼントしてくれたの。わあ、ミスカップケーキコンテスト、ミスカホって書いてあるわ。で、下はこれまたごちゃごちゃしてるんだけど、 CD がね、たくさんあります。右側にはペンがありますね。こちらにはコンポがあります。またまたユニコーンの登場です。私の大好きなガガちゃんの香水。もっと下に行くと、わあ、ごちゃごちゃとサングラスがありますね。で、さらに左側に行くと、バービーの時計があります。その隣にはよくわからないものがあるわ。で、こちらはひいおばあちゃんが昔使っていたドレッサーで、すごいボロボロだったのね。でも、どうにかして可愛くしたいなと思って、ある時、あーってひらめいたの。100均のヨガマットを貼り付ければいいんだって。それで紫のヨガマットを貼り付けたの。あ、鏡の上にエクステ並べてみたの、どうかな。はい、こちらは私のクローゼットになります。下にもたくさんお洋服が入ってるよ。でも入りきらなくてこんな感じになってるんだよね。で、こちらはあのお帽子がね、たくさんあります。上にもあります。ディズニーのね、カチューシャもね、たくさん飾っております。こちらは私の大好きなユニコーンのニット帽よ。だいぶ前にクレアーズで購入しました。ここにはベルトがね、たくさんかかっております。わー、
い私のお部屋はいかがだったでしょうか。少しでもいいなと思った方、埃が溜まりそうだなと思った方はぜひグッドボタンとコメントもよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。